東京にある調査会社、企業調査センター。モニターに映し出されているのは、ある学生の履歴書と S. N. S. です。一応これ二百五十九件なんですけど、基本全部。企業から依頼を受け、採用候補者の、SN、S. N. S.。特に、実名以外で登録されているアカウント。

バイト中にわざと落としたと見られる商品の写真がアップされていました。写真の投稿が。こう、ちょっとふざけた投稿が多いとしたら。なんかそういう、まあ、いわゆるバイトテロとかあるじゃないですか。悪ふざけがちょっと行き過ぎちゃったような。そういう内容を投稿している可能性とかも出てくるので。コロナ禍。直接面接する機会が少なくなり。 人柄の判断がが難しいといとった理由から、調査を依頼すす。る企業が増えていますやっぱり動画過ぎた内容、まあ、集中的に誰かが中傷するような内容を繰り返し投稿するような内容であれば、やっぱりその方の人間性に何か問題があるという判断をせざるを得ないと思うんですよね。 まあ今の時代を映しているといいますか採用する側の企業の判断の一つになっているんですね、今や、はい。ということで,です、ねね、今回はこの裏赤を深掘りしていきます、はいはい、まずはインターネット犯罪対戦の著者でもあります IT ジャーナリストの井上俊之さんによりますともともとは公にしている SNS のアカウント以外のプライベートで使うものをネットスラングで 表に対して裏アカウント、うん、略して裏アカと呼んでいました、まあはい、日常用語にも結構使う方多いかと思いますすすそうですねねきますね、はい、また同じ意味でメインアカウントに対してサブアカと呼んだりもしますがここで一つ疑問なんですけれどもそもそも皆さん複数のアカウントを持っているのでしょうか、うん、ということでその実態をですね街で聞いてみました。一つ,つは みんな用でもう一つは身内だけで少人数のアカウント1個はメインのアカウントで2つ目はサブアカウントそれは少人数のやつで3つ目はおたアかとして使ってました学校のなんか些細なこととかなんか言って本あかにあげなくてもいいよねみたいな,なんか身内乗りみたいな友達とワイワイしてるのは サブに載せたりしてますサブアカとメインみたいな感じでメインはやっぱいっぱいフォローしてくれる人がいるんでちょっと気使ってあげてサブアカはもう気使わずにあげるいなんでいわなざわざこれあげていいのかなみたいななんか変に思われないかなみたいなそういうのがあってサブアカ使ってるみたいなインスタが3つで。 ツイッターが6個なんか1個はなんか韓国のアイドルのエイティー s ってやつのなんかオタクのアカウントでもう1個が他のグループのもう1個のアカウントであとはいろんな他校のこととかとつながるやつが1個となんかアニメとかいろんな趣味程度に使うやつ1個と。 またなんかコスプレしてる人が好きだから、その人たちを見るためのアカウントと、またなんか、めっちゃ小規模の裏垢みたいなやつ。裏垢っってて何やってるんですか独り言つぶやいたりとか、耳打ちだけで共有するよみたいな感じのやつですね。絶対みんな使い分けてますよ はいということで街頭で十代二十代を中心に聞いた結果なんですけれども四十六人中四十一に実に九割近くの方が複数のアカウントを持っていました松井さん、はあ。私の娘も大学生なんですけれどもやっぱり複数のアカウントを持ってて、はい、私が見てるのはメインだけです。<laughs> 見ていいものしか見れてないかなっていう気はしますね。そしてですねあの IT ジャーナリストの井上俊之さんによりますと、はいメインのアカウントはまあそもそも 仕事関係、また学校関係そして松井さん、お身内などので見るものなので建前の投稿をしていくものになっている見られていいものですね、はい、一方の裏垢に関しては、まあ、ごく親しい仲間や、うん、共通のこう趣味の方々が見るものでこれは本音の投稿ができるというところがメリットなん,そうなんですね。ねただこの本音に 歯止めが効かなくなると、まあ、問題が発生してしまうことも誹謗中傷などの書き込みにつながることもあるということで,で、ね、実際にこんな問題が起きたそうです。芸能人とか タレントあるいはユーチューバーの人が裏アカウントで、えー、悪口を言う表ではいやこれいいよねって言ってたのが裏アカウントではあんなものくだらないよっていうような言い方をする、まあ、ネット上ではもう毎月のように話題になっていてちょっとしたこう炎上騒ぎになるということがありますさらに裏アカは犯罪の道具として使われることもあるそうです。 先月の話ですけれども、自分の裏アカウントを使って、えー、違法な動画を販売していたという男が逮捕されています。でその時にそに逮捕された男が言ったのがあ、裏アカウントを使っていればバレないと思ったというふうな言い方をしている。 やはりその裏垢となると本人って分からない匿名性があるからいろんんな問題が出てくるんでですすかねそうですだから悪い方に使おうと思えばですね、えー、だってよく言われている闇サイトなんで、はい、自分の相談を明らかにしたら絶対闇サイトにならないわけですからどうしてもあのみんなで本音で言っているうちはいいんですけどもエスカレートしていくとですね、うん、ちょっと悪さの方にまた流れてしまう危険性はあると思うんですねそうですね。 そんなですね裏アカを調査しているのが先ほどの VTR にもありました企業調査センターなんですね、はい、こちらでは2年前から就活生などのこう裏アカ調査を行っていまして<ん>現在、契約している企業は240社、そんんなにあるんですね、はい、ここ1か月半ほどで40社、さらに増えているんですね、これ。はいはい、そして多い時は月に600人も調査、所費用は1人につき1万6500円からとなっています。 ということでそんな裏赤調査を掘り下げますまずはどうやってこれ裏赤を探すのか、うん、センターに伺いましたキーワード検索から、えー、やっていきますで、いただく情報っていうのが、えー、氏名、生、えー、年月日、それから現住所、学歴、職歴、まあ、この情報をごとに、えー、関係者とか誕生日の日付とか 名前から連想されるあだ名とかそういったキーワードをいくつか挙、えー、げていきましてその中で探しやすいポイントがあるそうです例えば調査対象の名前が徳川家康だったとすると「名前を略すような感じとか、徳川家康」だから US A y I「USAYEI」。 いろんな予測を立てながらつながってる人たちのフォロワーとか、えー、フォローしてるものをこう探していくと、まあ、いくつかその名前に近いものがヒットしてくると、その内容を確認して、その人のものかどうか確認すると、誰かにこう実名で名前を呼ばれていたりとか、そういうことがヒントになって特定していくさらに、友人関係にもポイントが。 裏垢でつながってる人、友人とかって、最近の友人よりも、昔の友人とつながってることが多い印象があるんですよね。中学生、まあ、高校生ぐらいまでの友達とつながってると、その人たちと裏垢でつながってるケースがあるのかなというふうに思います、ねはい、他にも探し方あるんですね。はい、こちら 誕生日にフォロワーからのお祝いのコメント欄に本名が載っていたりまた、フォロワーやフォローしている人の出身地などもこれ特定するヒントにしていきながら実に裏垢をおよそ9割も特定できるそうなんです、すごい的中です。ごい中で本人からすると裏垢だから大丈夫と思っていても実はばれているということが多いということですね。 はい無法地帯の裏垢。特定した裏垢は隅から隅まで調べます。ということでですねこれあの A の懸念なしから D の重大な懸念ありまでの4段階で評価をしていくんですね、はい、これまでに延べ8万人を調査して問題がある B から D だった方が実に3人に1人以上34%に上ったそうです。はい これあのどのようなことで評価をしたのかちょっと具体例を見ていきましょうまずは B の確証はないものの懸念される情報ありというところではですね、まあ、汚い言葉遣いをしている友人にタトゥーを入れた人が多かった、<ー>またファミレスの水差しに口をつけようとしていたなどのやりすぎのいたずらなどがあったそうなんですね。そういいことも結構あるるんでですすねしてて続 C 懸念される情報 ありこちらはですね、うん、下半身も露出した写真が載せられていた、また高速でスピード違反で捕まったことを自慢していた、また先ほど VTR にもありましたバイト中に商品をわざと落としたと思われる写真を掲載したもの、こういったのを C 評価にしたそうで、それがどんどんエスカレートしていっているような感じしますね相当これ、悪質だなと思うんですけどそれでも C なんですね。そうなんですね、はい、ということで最後、これ重大な懸念あり。 これなんですね、はい、これが一体どんなことがこれあったらこうなるのかお話を伺いました、えーはい、例えばインターンに来ていた学生に関しては、まあ、あるメーカーさんだと思うんですけどこういった商品が今後発表されるっていうものがそれをこういったものが出るらしいよっていうようなことを SNS で投稿してしまったということがあって。 それは情報漏洩は企業にとって死活問題 D 判定となりましたまた中途採用を検討していたイケメン男性の調査では自動車の販売の営業の方だったんですけども、まあ、書き込みの内容に「まあ、もう許さない」とか。 あいいいいつつには引っかかからない方がいいよ皆さん気をつけてとかやっぱりそういった、まあ、女性がたくさんいるとかですね、まあ、営業手法に対する悪評みたいなものも、まあ、確認してるとい、まあ、いろいろ、まあ、出てきてき人柄に問題があったりトラブルも多かったことで D 判定に他にも卸売りの会社の入社候補者が有名な転売ヤーと分かったり。 採用予定の男性が家庭教師をしていたときにわいせつ行為で逮捕されていたことが判明した事例もあったそうです。はいということでまあ最後にそもそもこれ調査すること自体は問題がないのかということですね、えーはい、企業調査センターによりますと、まあ、これですね調査することに問題がないのか、はい、企業を通じて、まあ、事前に対象者からこれ同意を得ているそうなんですね。 ただ、井上さんによりますとまあパワーバランスが大切だというふうに話しますそもそも調査対象者の入社希望者は立場上、調べないでくださいとは言えない状況でまあ一方的に調べて採用を見送るようなことはまあこれ、一行する余地があるのではないかとということでした確かに調べないでくださいねって言うと余計怪しいですしね、はい、とはいえ、大谷さん裏垢と思っていたらこんなに調べられて A から D で判定されていたというのを驚きです。 ねはい、例えば人を傷つけるようなことは言ってはいけない、うん、嘘の情報を流してはいけないこれは当たり前の話だと思うんですね。です,ねですから自分が裏がを持ってるんだよと言ってもやっていいこととやった悪いことこれをしっかり順別しておくということは大事だと思うんですね。うん、ただ企業の側もどこまでで踏み込んでそれれを調べられるかとというと、はい、やっぱりプライバシーは しっっかり守っていいたただきたいと思うんですよね、うん、確かにそのコロナ禍だから、まあ、なかなか面談の機会も少ないとはいえやっぱりあって人と人との面接でこの人を採用したいなというふうにあってほしいなと思うんですよ、ね、そうですねいう結びつきは欲しいと思うんですけどね。ということで最後に言えることはこちらですすはいいお願いします表だって書けないことは裏でも書かないでください。<laughs>